普通に生きていくだけで疲れる時代ですそして普通に休んでいるだけでは疲れは取れません、えー、だいぶ前のことなんですけどもある雑誌を読んでいた中にこんな文章が書かれていましたまあちょっとショックな内容ではないかなと思います 普通に休んでいるだけでは疲れは取れない、まあ、そのようなストレスの多いストレスのたまりやすい時代に社会に私たちは生きている、まあ、これは決して無視してはならない大切な問題解決しなければならないことではないかなとそんなふうに思います。同じ雑誌に 私たちを疲れさせているものが、えー、挙げられていましたまあ、その中からいくつか紹介したいと思います反乱する音目障りな風景不節制テレビの見過ぎお金の心配太りすぎ道ならぬ行い人間関係意見の不一致頑張れ という言葉目標がない批判中傷耐えること独りよがり嫌な相手理解できないこと孤独いくつか思い当たるものがあったんではないかなそんなふうに思います労働時間の短縮や休日の増加で 休みの機会は増えていっているはずなのですが疲れが取れないなかなか休まらないそんなふうに思っている人は少なくないと思いますもしかすると私たちは正しい休みの取り方を知らないのかもしれませんイエス・キリストの言葉をご紹介します重い荷物を背負い苦しみながら働いている人たちをさあ 私のところに来なさいあなた方を休ませてあげようイエスキリストは疲れがたまっている私たちを温かたく迎えてくださる方です来なさいと招いてくださいますキリストのもとで私たちは心からの安らぎを得ることができるのです